皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学平面図形の6回目、今回は平行線の作図と記号についてお話しします。まず最初に言葉と記号の説明、次に作図という順番でお話を進めます。直線 L と直線 M、 この2本の直線ですね。これが平行の時、記号を使って表すことができます。こんな記号です。斜めにね、2本引くんですよ。これを使って L、 そして記号を M、 こう書いて、これは L 平行 M、 このように読みます。L 平行 M、 こう読むんですね。ですからここで L と M、 この直線が平行の時、 L 平行 M、 こう書いて直線上に印をつけます。矢印の印なんですけれど、同じ向きに同じ矢印の印です。ここではこういう印を同じ向きにつけます。この印があると L と M が平行ですよ、こういう意味になります。こちらにちょっと斜めの線 P と Q があって、もしこれが平行なら P 平行 Q、 こう書いて、やはりこの直線にも印をつけます。同じ矢印、ここでは2つ向きの矢印、同じ向きに2つの矢印、こう書くとこれも P と Q が平行ですよ、こういう意味になります。では次に平行線の距離、これについてお話ししますね。 L 平行 M の時、この L と M が平行の時、矢印をつけておきましょう、ね、これで平行になりましたね。この時直線 LM と垂直に交わる線分 AB、 そして線分 CD ですね、線分 AB と線分 CD、 この長さは常に等しくなります。点 AB、ね、点 A と点 B の距離が線分 AB の長さですよね。点 C と点 D の距離、これが線分 CD の長さですよね。これが常に平行線の時に等しくなる。そしてこの長さを二直線 LM のこれ距離って呼ぶんですよね。この長さを二直線 LM の距離、このように呼ぶので、これも覚えておきましょう。では作図に移ります。では作図に入ります。中学校で平行線を描くとき、ひし形、この図形の性質を利用して描きます。でも小学校の時も平行線描いたことありますよね。そうです、三角定規を2枚使って平行線描きましたね。まずそちらを復習しておきます。三角定規2枚使って描きます。三角定規、この2枚です。これを使って描きます。まず最初に元となる線に三角定規を合わせ、そして次にその三角定規にぴたりと合うようにもう一方の三角定規を合わせて、これをずらします。でずらしたところに線を引いたら、これで平行線の出来上がりですよね。この L と平行な線がここにできたので、これが M になります。これが小学校の時、学習したことです。中学校の時のひし形の性質、これはコンパスと定規を使って書きます。ひし形ってどんな図形だったか覚えてますか？ひし形は4つの辺の長さが全て同じで、向かい合う辺が平行と、
こういう図形でしたね。その向かい合う辺な平行、これを利用します。まず直線 L 上に一つ点を取ります。そしてこの点の部分にコンパスの針、これを置いてこう書きます。ここに針を置いてこう書きます。そして書いたこのどこでもいいので、この一箇所、どっか一箇所取ってください。ここと直線 L と交わったここの部分、ここに針を置いて同じ長さでやはりこう書きます。こうはここで交わりました。この交わった部分と先ほど取った点、これを結ぶとL と平行な直線 M が出来上がります。なぜかっていうと、今コンパスすべて同じ長さで、使いましたよね。ですからここに線を結んであげたらね、これってすべて同じ長さになるので、これはひし形ということです。ひし形は向かい合う辺が平行なので、こちらとこちらが平行、これで L の平行線の M、 これが書けたわけですね。中学校ではこのようにコンパスと定規を使ってひし形、この性質を利用して平行線を書くので覚えてください。今回は平行線についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。